この靴下自体のブランドはフットマックスって言います。フットマックス、はい、このアーチサポートの特許を取られてます。ほんまに滑りにくい素材になってる。これ全て国産なんだって。すごいな。おしゃれは足元から、いや靴下からじゃないでしょうか。アミノサルスの先ほどです。今日はですね、すごく注目度高いソックスをご紹介したいと思います。ということで、第2弾ハセベイパー、いや友人匠がですね、ちょっと今日紹介してくれるんで、どうぞ。お願いします。また現れちゃいました。スタイルバイクの匠です。スタイルバイクのタックンです。です。イエーイ。昔言われてましたね。あ、そう、タックンだ。タックンだ。はい、匠っていう名前タックンってなるんだよね。なりますね、うん、今逆に言われると恥ずかしいですね、ちょっとね。タックンそれは置いといてですね、はい、崎本さん普段どういう靴下履かれてますか。ね、はい、僕はまあほんとベタな、まあ、大会やったらほら、はい、本指とかやんか、はいはいはい、でもいつもこういう、うん、まあ、ベタな白のソックスで、あ、まあ、こんな感じかな。もう伸びきった靴下が多い。練習からなかなかね。でも欲しいのは欲しいよ。あ、はいはいはい、もちろん、うん、今日はそのすごくおすすめの、ね、靴下を紹介していきたいと思うんですけどね。はい、はい、でそのソックスっていうのはこちらになりますね。そちら、はい、この靴下自体のブランドはフットマックスって言います。フットマックス、はい、でフットマックスのブランドを出されている会社が大阪の松原市の株式会社コーマさんという会社に騒いでありますで、そこから、はい、出てる靴下ブランドがこちらのフットマックスっていう靴下で、これ以外にも結構あの種類多く作られてます。ロードバイク用とか、クライミング用とか、うん、ゴルフ用とか、はい、ほんでまあランニング用とか別々に、はい、かなり種類を作られて、すごい、ね、で結構まあ有名なブランドさんにもあの靴下として卸されたりしてて、でこちらは自社ブランドのフットマックスっていう靴下になります。はあ、はい、いやだからソックスメーカーさん。そうですね、はい、なるほど。だからいろんな分野で、はい、で今回この商品が先週ぐらいにあの新発売されまして、うん、まあ僕の方も営業とか行くんですけど、うん、結構いい声が多くて、いやこれはちょっと紹介どんどん押し出していきたいなっていう感じで、うん、はい、また崎本さんのお力を借りて、いやいやめんかい今回そんなことないけど話していただくことになりました、はい、ちょっと特徴を紹介していきましょうかね、うん、はい、まずあのフットマックスさんはこのアーチサポートですね、このかなりポコってなってると思うんですけど、うん、このアーチサポートの特許を取られてます。で他にもこの元祖 3D ソックスって言われてまして、このつま先の立体感とか、あとこの母子球小子球、あとかかと この立体感を出してる特許も取られてます。で結構あのアーチサポートの靴下って、うん、このアーチと外側全体をこうクシュって丸めてる靴下が多いと思うんですけど、うん、やはりフットマックスさんはこの土踏まずだけしっかりサポートできるような形になって、でも前、はい、色は違う。そうですね、この厚焼き卵も、厚焼き卵もここだけ色違う、はい、違います。わかるかな、こんぐらい立体になってます。そうで、このグレーの色がかかってる部分はナノフロントっていう素材を使ってまして、かなり滑り止めに役立ててくれます。で靴の中でもしっかりフィットして、しっかり足を力強く蹴り出していくことができます。であの糸の繊維もポリエステルを使ってるので、まあ、休館速乾にしっかり優れてるので、はい、足汗とかも描いても蒸れずに、あの足の水ぶくれとか豆ができにくいっていう形になってます。なるほど、はい、もう形出来上がってるもんね。そうですね、本当に。ほんでこのまま足通せばいいっていう感じ。この小指の部分と親指のこのよく擦れる部分に、はい、もうちゃんとこう立体で。そうです、はい、面白いよね、やっぱり考えられてますよね、うん、やっぱりされど靴下っていう感じで、うん、はい、靴下は大事かなと走る上で思いますので、うん、おしゃれはほらやっぱり足元からって、ほら靴からっていうイメージあるでしょ、はい、でもまあ僕とかなってきたらやっぱ靴下から、はい、はいはいはい、その中から本当はやっとかないといけないですね。うん、ただ今日はもうちょっともう伸びきったあのいつものいつもの感じですけど、でもこういうのをやっぱ履いて毎回履くことでやっぱ変わるよね、練習の質もね、はい、
ね、しっかりその土踏まず の, あのサポートを受けることによってやっぱりあの足の筋肉のバネとかしっかり使えますし、うん、地面からの衝撃も和らげてくれますし、うん、そういうのが土踏まずの役割なので、うん、はい、結構親指でね、こうやって僕今こうやって触ってるんですけど、ほんまに滑りにくい、うん、滑りにくい素材になってる。だから今こんな素材あんねんね。ああ、みたいですね。結構このフロートって有名になってきてですね。なるほど。まあゴム貼ってあるのはよくあるんですけど、まあ、ああ確かにね。でも全然これも滑り止め効果はすごいついてるかなってイメージですね。はあ、面白いな。まあ吐いて一回走ってみましょうか。そうですね。ね、はい。ちょっと一回こっちもう一回吐いた感覚ちょっと言わしてもらおうかな。まあここのねアーチの部分がこの幅がギュッてなってるだけじゃなくて全体的に。足の形に沿ったギュッとこうちょっと広がってるような感じに、で土踏まずのところの部分もしっかりもう一発やってやるという感じね。はい、よし。お、そんなそんなすぐ感じる？これすぐそんなことないでしょう。そんな簡単にサポートしないでしょう。運転手の佐久間さんの足、どう鬼扁平です。あ、来た。できました。来てる。来ました。グッと上がった。あ、ちできてる。できてますね。グッと上がった。これ。いやいやいや。虹みたいな曲線が。グッと上がった。いや、こんな上がるもん、うん、こんな上がるもんなんですか。やっぱさすが特許の力。やばいな、特許。東京特許特許局やね、やっぱり。ねえ。あ、でもな、やっぱりほんまにあれは中のこの靴とのフィット感。はい。グッてこう踏めるような、なんか何やろ、何やろな、これキュッキュッとなってるわ。キュッキュッと土踏まずもちょっとリフトアップされてます。恥ずかしがってるわ。グッと上がってるわ。グッと上がってる、上げられてる、うん、ググッと上げられてますわ。そんなあんの靴下で。ちょっと行ってみますか。ほーん、うん、行ってみましょう。はいはい、今ちょっと靴履いてみてちょっと走ってみたいと思います。グリップ感、フィット感、ちょっと土踏まずの部分グッと上がってる今状態です。行きましょう。まあ、フィット感めちゃくちゃいいな。ですね。うん。ほんで、通気性がいいからか、このシューズからその風が靴下に当たって指先まで生きてる。うん。すごい通気性いいな。あんま靴下って意識せえへんやんか、はい、だからそう考えたら結構いいよね。なんかあ、こういう感覚もう大事なんやなみたいな。ちょっとアッサポートとか 3D トップしてる靴下、うん、最近ほんと増えてるんですけど、うん、はい、全て国産で、うんうんうん、国産ブランドで、これ全て国産なんだって、はい、すごいな。これ女性もあるサイズが SML って分かれてます、ね、SML、はい、S が22から24センチで、うん、M が24から26センチ、はいはいはい、L が26から28センチ、うん、で今僕たち M 入ってます。うん、僕27センチで M、はい、M サイズちょうどいい感じですね。もう 26.5 で M サイズぴったり、うん、なるほど。ということですね、今日はフットマックス、はい、フットマックス、ありがとうございます。フットマックスはもう自社ブランドなんで、うんうん、結構価格も抑えてありまして。あ、そう、はい、あの1700円プラス税で。あ、そうなんや。結構まあお手頃な本格的なロードレースシューズ、ソックスにしてはかなり。そうやね、そうやね、確かに確かに、はい、使ってみたいな大会で。3000、5000、ハーフ、思いっきりアーチ使う人に対して確かに、はい、ねっていうことですね。ガツンと、まあそんな感じで紹介してまいりました。はい、ありがとうございます。本当にいや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 、お忙しい。いやいや、そんなあの僕履かしてもらってるんで、すごい楽しみ、今後は楽しみですけど、この靴も、はい、このシューズも、はい、まあ、しっかり練習に、そうです ね、はい、日々のその成長の部分でなんか役立つかなってめっちゃ思うんで、まあ、いろんなものあるけど、まあ、あのほんまに面白いもんとか、はい、僕、まあ、個人的に結構メイドインジャパン好きやし、まあ、そういったものに関してはしっかり皆さんにいいものはちゃんとご紹介したいなと思ってますんで、ぜひフットマックス、はい、ね、見ていただければ。そうですね、こちらのスタイルバイクの通販の方で、はい、お買い求めいただけるので、皆さん最低1回だけ見てくださいね。そうですね、
一回だけクリックしてそこの中見てくださいね、はい、あのセースカイの、ね、ユニフォームも売ってますんで、はい、スタイルバイクは結構いろんな面白い、結構皆さん敏感な人に結構合ってくるブランドを結構やってるので、そうよね、はい、結構早いよ ね、 そうですね、新しいよねブランドを取り入れるのが、ね、うん、だから結構面白いんで、まあ、ちょこちょこ見といてもらったらいいかなと思います。はい、ということで今のお話の中でよかったなと思う方はチャンネル登録とグッドコメントよろしくします。お願いします。ありがとうございました。崎本式体幹トレーニング、もう一発強度のものも、外に引いて上げる、外に引いて上げる、1、8、こうお尻下がらないように。